アイファガン転眼薬ブリモニジンはアドレナリンアルファーに受容体作動薬。常温では白色美容色の粉末となる主石酸塩が臨床的に使用される。転眼薬として緑内症、抗眼圧症の治療薬として使用される。市販名アイファガンとして市販されている。また塗布剤として酒の皮膚発石の治療にも使用される。2013年 FDA は ブリモニジンを0.33%含有する、ゲル状外用塗布剤を、マーブ素として、酒さによる広範の治療剤として認可した。日本では酒サさサ治療薬としては、未承認。水にやや溶けやすく、ジメチルホルムアミド及びメタノールに溶けにくく、アセトン、塩化メチレン及び酢酸エチルにほとんど溶けない。防水の酸性を抑制するとと,ともに、 全棒からの防水の流出を促進させ、眼圧を低下させる。点眼は、1日2回。皮膚に塗布することにより、皮下の毛細血管を収縮させて、表皮の血流を減らし後半を退縮させる。1日1回目的部位に塗布して使用する。認可されているのは、成人に対してのみである。目や唇などの粘膜部は避けて塗布する。ブリモニジンは、解放偶角緑内障。 または抗眼圧症の患者の目内圧の低下のために使用される。コンバガンというチモロールとの合剤も市販されている。日本ではブリモニジンの合剤は未承認。アメリカでの多施設共同無作為試験ではチモロール群と比較してブリモニジン群は4年間における視野狭作を1、3に減少させることができた。その一方で目に対するアレルギーは チモロール軍と比較して、ブリモニジン軍が優位に多かった。すでにプロスタグランジン関連薬によって、長期間の眼圧効果療法が実施されている、緑内障患者に対してのブリモニジンの上乗せ効果について、臨床試験が行われている。ブリモニジン群百134例、プラセボ百132例で、臨床試験が実施され、プラセボ群に対して優位さをもって、 眼圧低下効果が上乗せされることが確認されている。ブリモニジンの点眼によって4週後の収縮期及び拡張期血圧の変化について検討したところ、点眼開始日と比較して血圧が優位に低下することが知られている。中枢性の交換神経抑制によると考えられる。2から7歳の幼児及び小児で高頻度に警民が認められており、 同様に全身的のアドレナリンアルファーに受容体作動性の効果とされる。眠気、めまい、除脈、起立性低血圧などが副作用として高頻度に発生することが知られている。このため低出性体重時、新生児、乳児または2歳未満の幼児には投与が推奨されていない。局所的な副作用としては血膜炎8.56%、 天井角膜炎6.76%、眼圏炎炎4.50%、血膜充血3.83%、目相関優勝2.25%、目の異常感1.13%、接触性皮膚炎0.90%などの粘膜刺激反応が知られる。ブリモニジンはアルファニアドレナリン作動性アゴニストである。アルファニアゴニストは、 G タンパク質協約型受容体の活性化を介して、アデニル酸シュクラーゼの活性を阻害する。これによって、細胞内 CMP a 濃度を低下させ、毛様体からの防水の酸性を減少させる。α にアドレナリン作動性アゴニストは、中枢性には交換神経を抑制するが、抹消性には血管収縮をもたらす。この血管収縮によって、 急激に防水の酸性が抑制されるとされる。一方、ブドウ膜強膜流出炉と呼ばれる防水の排出の増大は、アドレナリン作動精神系刺激によるプロスタグランジンの増加によって説明できるとされる。プロスタグランジンの増加により毛様体が疾患し、ブドウ膜強膜流出炉からの防水の排出が増えると考えられている。日本人男性の両目に一回一滴。 1>, 1日2回7日間反復点眼した時7日目の結晶中、ブリモニジン濃度は0.15%点眼液が点眼後平均1.1時間、0.2%点眼液では0.6時間で最高濃度に達したが、共に検出された濃度は微量であり24時間、経過後には検出限界濃度以下に低下する。ありがとうございます。